足を運んでくださったご披露宴の中で、ご新婦にとっては家族のような存在であるご親友だからこそ、こうしてご臨席いただくことが叶いました。中学3年生の時のクラスメイトで、卒業後もずっと仲良しの3人組なんです。坂本様は中学生の頃からのご友人、今ではご家族とも仲良しでいらっしゃいます。山田様、小学生の時からのご友人です。旦那様の転勤で昨年までイギリスにいらっしゃったんですが、帰国されたということでご列席も叶いました。せっかくですので祝福の言葉を届けていただいてもよろしいでしょうか。突然の無茶ぶりです。お願いします。私の結婚式の時もこの3人で退場してもらって、今日夏希の結婚式でまた3人で退場できることを本当に嬉しく思います。今日は夏希と匠さんの幸せな姿を見れて本当に幸せです。おめでとうございます。おめでとうございます。なんか言葉が出てこないですけど、私の結婚式の時もなっちゃんとなおと一緒に歩くことができて、なおの結婚式の時でご3人で歩けて、で今日またこうやって歩くことができて、すごい嬉しいです。すごいなんかすごい直前に連絡をくれたのでびっくりしたんですけども、もちろん駆けつけるよということで私は来たんですけれども、すごい素敵な旦那様を見て、素敵な夫婦だなと思って、さすがなっちゃんと思いました。これからも末永くご幸せに。今のお話でこの3人の絆というのはどれだけ深いのか伝わってまいりました。そして3人とも一緒に中座をするという夢がこうして完成しましたね。仲良く手をつないで中座をしていただきましょう。拍手でお送りください。拍手でお送りください。